どうも、デコボコ投資チャンネル、マリです。松です。本日の動画は、投資初心者が投資をしてみたらどうなったのかの結果発表2月編になります。投資初心者である私、マリですね、投資をして今1年ちょっと経ったんですけれども、投資初心者が利益を出せるのかって気になっている方も多いと思います。視聴者さんの中にはこれから投資を始めたいという方もいると思いますので、ぜひ参考にしていけたらと思います。で、皆さんの投資成績もぜひ聞かせてください。もしよければ、コメント欄に、グッドマークのスタンプをぜひ押してみてください。もし悪かったよっていう方はチャンネル登録をして私たちと一緒に学んでいきましょう。では早速行ってみたいと思います。デコボコ投資チャンネルの公式 LINE を作りました。このように、LINE 限定の配信をしております。公式 LINE に登録をしてもらえるとですね、このような形で誰でも資産運用が始められるパーフェクトガイドがついてきます。登録方法は概要欄のところからデコボコ投資チャンネル公式 LINE というリンクを押して登録をしてください。皆さんの公式 LINE の登録お待ちしております。発表していきたいと思います。私は現在4つの証券口座を使って投資をしています。それでは早速、楽天証券の積み立て NISA から見ていきたいと思います。運用成績がこちらです。積み立て NISA、合計金額が978,671円、プラス147,725円、プラス 17.78% になりました。やはり積み立て NISA はまだプラスを維持できています。じゃあ前回と比べてみようと思います。前回は1月末時点なんですけども、プラス 21.37% でしたので、やはりですね、この相場の悪さの影響を受けていますね。では何に投資をしているのかっていうのを先に見ていきたいと思います。私はこの2つのものに投資をしています。まず楽天全世界株式インデックスファンド、もう一つが eMAXIS スリム米国株式 S&P500 ということで、私は全世界株式とアメリカの S&P500 の2つに投資をしています。やはりこの市場が悪い中、米国株も下がってきてるということもあって、全体的に先月よりも悪くなってしまいました。今回ですね、マリちゃんの運用成績ですね、毎月毎月もうマイナスというかね、どんどん下がっていってしまってるので、含み益にはなってるけどね、実際には、ちょっとこうリターンが減ってきてるというのは、それはね、見てわかる通りなんですが、これ注意点としては、この積み立て投資ですね、ここからが肝でして、この自分のリターンが減ってきた最中ですね、ちゃんと継続できる人がですね、積み立て投資で資産形成ができると、いうことなので、マリちゃんも苦しんでおりますが、ここを乗り越えることによってしっかりと資産形成ができますので、皆さんですね、今の市況悪いですが、一緒に頑張っていきましょう。はい、もうやめずに続けていきましょう。ちなみに積み立て NISA、私は老後資金のために貯めているので、今マイナスがマイナスになりつつあるんですけども、気にせず続けようかなと思ってます。続いて100株投資の運用成績を見ていきたいと思います。100株投資の運用成績がこちらになります。私はキャリアインデックスっていう会社に100株投資をしています。購入した時の金額が1100円でしたので、11万円分投資をしています。現在どうなっているかというと、71,200円、マイナス38,800円、マイナス 35.27% になりました。ちなみに前回1月末時点ではマイナス 34.72% でしたので、若干マイナスになっています。キャリアインデックスに関しては2月に決算発表がありました。結果的に決算は内容が良かったので、私はホールドし続けようと思っています。ただですね、今の現状、ちょっとロシアとウクライナがどうなるかわからないっていうところもあって、日本株も下がるんではないかっていう、もう不安があるのですけども、投資家としてはどういう意見ですか？そうですね、最近下がってますが、これ注目してほしいのは、ちょうどね、今日撮影してる時点ではプラス50円になってる。だから逆に言うと、先月よりもマイナスがそんな変わってないように見えるけども、実は撮影がですね、昨日とかだったらむしろもっとマイナスだったというね。ああ、なるほど。なので何が言えるかというと、株式投資というのは、数日単位でね、株価が大きく下がるものなので、今マリちゃんが言った通り、ウクライナ、ロシアのですね、戦争リスクっていうのは出てきてますけども、はい、しっかりといい銘柄を長期的にホールドするっていう、そういう視点で立った方がいいんですというところですね。なるほど、では続いて LINE 証券に移っていきたいと思います。 LINE 証券で購入している銘柄の運用成績が32,894円で、プラス507円、プラス 1.5% になりました。なんと前回はですね、マイナス 3.2% でしたので、ここに来てプラテンになりました。素晴らしいですね。素晴らしいです。ただですね、一つの銘柄だけがすごい頑張ってくれたんですよ。銘柄を見せていきたいと思います。なんとオリエンタルランド
がプラス 35.89% になっていますので、プラスに転じました。ただ他の銘柄を見ていただくと分かると思うんですけれども、全ての銘柄がマイナスになっています。そしてそのマイナスのパーセンテージも 20% から 50% と、うん、ものすごく下落してるんですね、うん、いやもうこれを見てめちゃめちゃ悲しくなったんですよ、うん、オリエンタルランドの以外の株の数字が悪すぎて、うん、そうですね、はい、しかもオリエンタルランドもね、最近まではね2万2000円ぐらい株価をつけていて非常に調子良かったんですけれど、うん、はい、まあ、やっぱりですねリスクオフと言ってですね、ちょっと株式投資は危ないんじゃないかというですね状況になってきたので、はい、若干オリエンタルランドもですね、下がってきてしまっているということもあるので、うんうん、まあ引き続きですね、まあ、プラスも維持してくれたらいいですけど、うん、はい、そこはちょっと様子見かなというそうなんですよ。で、私はこの銘柄たちをどうしたらいいのかっていうのがいまいち分かってなくて、うん、損切りした方がいいのかもう塩漬けになっているのかなって若干思っているので、うんうん、もしまたねこの銘柄たちをどうするのかって決めたら動画にしていきたいと思います。では続いてペイペイ証券に移っていきたいと思います。36,459円マイナス2541円ということでマイナス 6.9% になりました、うん、前回と比べてみますとマイナス 4.4% でしたので、やはり米国株はマイナスになってしまいました、うんうん、前回が 32,504円、そして今回が 36,459円と増えているので、これはどういう意味なんだろうと思う方もいらっしゃると思うんですけれども、2月に私はアップルの株を 4,000 円分買い増しをしたので、投資元本が増えているですが、運用成績はマイナスになっているっていう形になっています、うん、ぜひアップルの銘柄購入した動画も上がってますので、ぜひ見てみてください、はい、ペイペイ証券で購入している銘柄はもう数種類、結構いろいろな銘柄に投資をしているので全部はお見せすることはできないんですけれども、皆さんが気になっているであろう銘柄、うん、3つ紹介していきたいと思います。それがこちらです、はい、まず1つ目が SPXL でレバレッジ ETF になります。レバレッジがかかった商品になるんですけども、1000円を投資して現在257円マイナスになっているので、マイナス 25% になってしまっています。投資信託も2つ投資をしているんですけども、1000円がどちらともマイナスになっています、うん、では続いて日興ブロッキーを見ていきたいと思います。日興ブロッキーの結果はこちらです。18,927円マイナス6,784円でマイナス 26.3% になりました。日興ブロッキーでは D ポイントを使って投資をしているので、私が現金を出して買ったわけではありません。ただこれだけマイナスになっているというのは悲しい結果になっています。前回と比べると、前回がマイナス 29.7% でしたので、うん、若干上がりました。マイナスが減ったということですよね。そうですね、うんうん、では何に投資をしているのか見ていきたいと思います。こちらが日興ブロッキーで投資をしている銘柄の一覧になっています。ユニバンス以外は全部マイナスです、うんうん、まあ、こちらもですね、株式指標の影響を受けてマイナスになっている銘柄が多いんですが、この銘柄もどうしていくのかはまた今後決めていきたいなと思います。ということで全体的な結果を見るとこのような形になりました。投資元本はなんとですね、今回初めて100万円を突破しました。で、投資元本が100万トンで38,044円になります。で、合計が1,138,151円ということでプラス 9.6% になりました。ではですね、恒例のマリインデックスのグラフを見ていきたいと思います。ダダーン。私的にはですね、もっとマイナスになってると思ったんですよ、うん、もう本当に今相場が悪いじゃないですか。なので、あ、そんなに下がってないな、だけど下がってはいるっていう表情です。なるほどね。今年は積み立て投資をコツコツ続けていって、株式投資はちょっと様子を見ようかなっていうのが個人的な意見になります。そうですね。ということで、2月末時点での私の運用成績を公開しましたが、皆さんの参考になったでしょうか。マリインデックスはですね、徐々に下がりつつあるんですが、なんかコメントでマリインデックスを空売りしたらいいんじゃないかという意見も見てますよ、私は。はい、正しいご意見ですね。はい、正しくないですよ。正しくないですか。はい、もうこれからね、まあ上がっていくでしょうということで、皆さん期待してみてください。はい、ぜひ応援をお願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。